おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやっていきたいと思います。第2章前編の、これは、あれか、他のミニゲームも解放されたから、ちょっともう一回探索してみようぜのコーナーだったような気がするね。あれだね、前回確かレコさんとアリスさんの昔のお話を聞いたんだったよね。レコさんのグループにもともといたんだぜみたいな。で、俺があげたボンを愛用してくれている、俺のあげたやつが宝物なわけねえだろへみたいな感じで、あのレコさんのメダルをどうにか私が手に入れて、アリスさんにあげなきゃいけないみたいな内容だったかな。ってことでやっていきましょうか。じゃあ話しかけるか。まずは探索だな。アトラクション以外も見つかるかもしれないし。そうね。いつでもおまわりさんを頼るといいよ。なるほど。では、廊下にはもう多分ミニゲームだいぶ出てたから、憩いの場行ってみようか。お、二人いるね。ふん。どうした、指導員サラ。アリスさん。どうせこの先にあるアトラクションに用があるんだろう。やはり、アトラクションが出現したんですね。なんだ、気づいてなかったのか。俺の洞察力の方が上か。そっちとあっちと、こっちだ。え、三つ出たのか。デスアトラクションを三つ発見した。デスアトラクション？発見したアトラクションは、移動から選択できます。気が向いたら挑戦してみるといい。俺の洞察力に頼りたいなら、いえ。あ、ここの3人から一緒に行くメンバー選べるってことかな。その怯える必要はないぞ。はい、怯えてなんかないです。お話って一体。だな、メダルを誰かと交換したか、聞きたくてな。アリスさん、頑張ってレコさんのメダルを回収しようとしてる。本人以外から。アリスさん、かわいい。後から出てきたキャラクターだからさ、ちょっと愛着湧きにくいかなと思ってたけどさ、ちょっとここに来て、キャラ立ちしてきたね。まあ、オカマっていう時点でもう面白かったんだけど。作り物の外でもやっぱり気持ちがいいにゃ。そうだろうな、外出たいよな。撃墜ハエたたき心霊シャッターゲーム居合堂一戦。なるほど。はあ。今はアトラクションはやめておく。ああ、まず探索か。なるほど、オッケー。じゃあ他行ってみようか。モニタールーム。お。サラさん。カンナ。ソウさん。心配かけたね。カンナちゃんに説明は聞いたよ。ショックは多いけど、じっとしててもしょうがないからね。サラさん、各所にアトラクションが出現したみたいなんです。ああ、らしいな。ここからも3つのアトラクションが行けるみたいだよ。え、ほら、後ろを見て。本当だ、向こう側に道が。デスアトラクションを3つ発見した。もしかしたらアトラクションの他に解放された場所があるかもしれませんね。もう少し探索を続けてみようか、カンナちゃん。はい。これで解放されたアトラクションは全てか。そろそろアトラクションの攻略を進めてもいいかもしれない。なるほど。どのアトラクションに挑もうかね。セーブ。これセーブした後ちょっと固まるよね、画面が。で、おや、あなたはサラさんでしたかね。ナオさんに聞きましたよ。とても勇敢で優しい子だと。あ、そんなことはないです。まさしくその通り。あなたは葉巻が好きな優しい先生ですね。うわ、三島先生こそ葉巻が好きで優しい先生ですね。はまきですか？教師は喫煙などしないのです。変なことを言ってはいけませんよ。ですが、とても空いたそうにしていたので。オリジナルの私がですか？
性格が違うのでしょうか。自分を否定し始めるとは。三島先生は、その、人工知能なんですよね。はい、そのようです。人工知能であるという記憶が私にはあるので。もしかしたらその記憶がなかったら、画面に閉じ込められた、出して、などと思うかもしれませんね。誘拐犯に作られたものなんだよね、やっぱり。聞くべきことは多そうだ。何でも聞いてください。記憶の限り答えます。なるほど。何か聞きたいことはありますか？うん。あ、いっぱいあるね。まずじゃあ、三島先生の記憶から聞いていこう。三島先生、あなたの覚えている記憶はどこまででしょうか？教師になり、なおさんが卒業したり、歩んだ人生は覚えているつもりですが、では、ここへ来てからの記憶や連れ去られた際の記憶は？ないですね。そうでした。本当はサラさんたちともすでに会っていたのですよね。しかし、誘拐される前の記憶ならあると思います。誘拐が起きる前までの記憶か。それと、自分が人工知能であること、質問にはなるべく答えるようにすること、などが意識下にあります。おそらくそうプログラムをされているのでしょうね。なるほど。答えさせてるんだ。謎っていうか、この私たちの今の状況とかを誘拐犯側は把握させようとしているのか。誘拐犯のこと。誘拐犯。つまり、あなたを作った人について何を知っていますか？何もわかりません。そういった記憶は一切ないのです。誘拐犯が手がかりを残すわけないか。逆に言えば、記憶を入れるのも消すのも自由自在ということかもしれない。怖いな。お役に立てずに申し訳ないです。いや、そんなもう全然もう三島先生とお話できているだけで、ていうか喋ってる時口動いとる。やばい。デスゲームのこと。デスゲームについて何かご存知ないですか？そうですね。そういえば、なんとなく受け入れてしまいましたが、皆さんはデスゲームをやらされているわけですよね。とんでもない状況です、これは。参考になる情報があればいいのですが、私は何も知りません。お役に立てず申し訳ないです。じゃあ、ナオさんのことについて聞いてみる？ナオさんについてですが、大事な教え子です。高校を卒業してからも絵を習いに来てくれました。彼女は精神的にとても成長しました。昔を知っている分、涙腺に来るものがありますね。三島先生が死んでしまったことも関係あると思います。私は、ナオさんを辛い目に遭わせてしまったようですね。一番辛かったのって三島先生じゃないのか？どうなのかな？自分が死んでるのにさ、それでも教え子のことを心配する、もう教師の鏡のような先生だな、本当に。これ以上、私は、サラさん、お願いがあります。何ですか？いや、何でもありません。まだお願いする勇気が湧かないのです。ん？ここまでなんかさ、再現されちゃってるとそうだよね。ナオさんはずっとお話ししたくもなっちゃうよね。私も涙腺に来るものがあります。オリジナルの三島先生のことについてじゃあ最後に聞こうか。オリジナルの三島先生のことについてですが、死んでしまったのですよね。こんな状況で、ナオさんを守るべき立場だったはずなのに。いや、守ったよ。三島先生は、
ナオさんを守って犠牲になったんです。そうでしたか。人間誰しも死にたくないものです。土壇場になって現れる生存本能が悪魔のような行動を起こしてしまうこともあります。ナオさんを守った、それだけでも自分を褒めてあげて良いのかもしれませんね。三島先生は立派でした。まるで聖人君主ですね。死んでは意味がありません。いや、意味あるよ。三島先生は立派でした。三島先生、あなたは立派な人でした。精一杯だっただけだと思います。サラさん、あなたたちは決して諦めてはいけませんよ。生きて帰ってください。ありがとう。もう、ありがとう。大丈夫です。ちょっと鼻をかみます。はい。では、ここから出てるデスアトラクションが何なのか見ていこうか。景品交換所に行ける、かくれんぼ、激走トロッコ、対流エリア限界戦。なるほど。あー、じゃあどれに挑戦しようかな。あれだよね、レコさんのメダルを取った方がいいんだもんね。ってことは、まあ一応ちょっとこれ、この辺見ておこうか。激走トロッコ。参加人数2人、報酬クリアチップ2、難易度普通。トロッコ激走中に現れる障害物をクリアし、制限時間内にゴールまでたどり着けばクリア。なるほど。他は対流エリア限界戦。クリアチップ3、難易度難しい。相手の繰り出すエリアから、はみ出ないように滞留し続けるゲーム。3人の人形を倒したらゲームクリア。これ、面白そうだね。かくれんぼ。クリアチップに難易度普通。邪悪な人形たちに見つからないように隠れながら、3つのレバーを倒し限界までエネルギーを貯め切ればゲームクリア。ちょっとさ、やっていい？滞留エリア限界戦。面白そう。相棒選ぼう。そう、レコ、アリス。なるほど。レコさん。レコさん行こう。やぶさめレコ。レコを操作時、高い集中力でエリアの動きがゆっくりに感じる。簡単になるんだ。なあ、サラ。このアトラクションは星3つだよな。さらにメダルを30枚渡す代わりに、星2つもらってもいいか。なるほどね。他の人選んだらどうなるの？難易度普通。はいはい。これは置いといて、ソウさんは、ソウを操作時、エリアに溜まっている時のチャージ速度が上がる。恥ずかしい話なんだけど、僕に2つくれないかな。レコさんとやろっか。メダルを30枚渡す代わりに星2つもらっていいか。これが一番いい条件だな。はい。じっとしてればいいアトラクションなんだろ。どうとせ。両方いけるってところ、見せてやるよ。かっこいい。まあ、操作がよくわかってないんだけどね。難易度簡単になるらしいから、なんとかやりたいけど。対流エリア限界戦開幕。まずは私から。はいはい。うわ、キモ。対流エリア限界戦ルール説明。相手の出すエリアをタッチし続け、はみ出さないように、追従してください。なるほど。とりあえずやってみよう。ちょっともう、同じよね。はい。とりあえずやってみよう。味方のアイコンをタッチすることでアドバイスを聞けたりしますので頑張りましょう。なるほど。こういうことね。で、急に動くこともきっとあるんだろうな。まずは最初は簡単だね。早くならないでよ。はいはい。おー、嫌な顔してる。はー、早くなってきたね。あぶね。これはみ出たら、ダメージ受けちゃうんだよね、きっとね。集中して喋れなくなっちゃうよ。よし、オッケー。あー、これ2回攻撃で、あー、ちょっと難しくなるんだろうな、きっと。これは。うわ。やばい。どこに
勝ち申した。いや、レコさんいなかったらちょっと無理だったかも。戦いに勝った。よっしゃ、楽勝だったな、サラ。わがまま言って悪いが、クリアチップ2枚もらうよ。その代わりにメダルを30枚渡すぜ。レコのマイメダルを30枚手に入れた。オッケー、サンキュー。クリアチップを1枚手に入れた。これでこのアトラクションはおしまいだ。交渉時間。ほう、なるほど。この3人か。ちょっとセーブします。じゃあ話聞いていこうか。じゃあカンナちゃん。あの、サラさん、交換とかじゃないんですけど、お話ししませんか？少し内容聞こうか。ソウさんは疲れて寝てしまったみたいなんです。かわいい、このカンナちゃんの顔。あの人が休んでる今しかお話できないので。まさか、何か重要なことが分かったのか？ごめんなさい、そういうことではないんですけど。そういえば、こうして落ち着いてカンナと喋れる機会はこれまでなかったな。カンナは誰かと会話がしたいんだ。あー、カンナちゃんと話したいね。じゃあサラ、私とナオと3人でメダルを20枚交換しないか？あー、マジか。実はレコちゃんと20枚ずつ交換することは決めたんですが。ま、危ない橋ならみんなで渡らねえかってことさ。例えばこんな感じで、レコ、サラ、ナオみたいに20枚渡すか、逆回しでナオ、サラ、レコで20枚渡すか。こうすれば後々の交渉相手を増やさずに済むだろ。当分せずにあえてこの形を取るわけか。なるほど。これって移動できるっけ？あ、移動できないっけ。あれ、景品交換所の枚数いくらだったかな。50枚か。はあ、そっか。じゃあここで20枚ずつレコさんのメダルもらえたらクリアにはなるんだな。そうか。でもカンナちゃんともお話ししたいんだよな。どうしたもんかな。いやー、カンナちゃんとお話ししたいけども、これだよね、多分データね。カンナちゃんとお話はしたいんだけど、アリスさんと約束しちゃってんだよなっていう部分があって、約束を守るのもどうかと思うから、ちょっとこっちかな。レコさんのメダルもらわないと50枚いかないからな。話し合おう。そう来なくっちゃな。交換の仕方というのは、例えばこんな感じか。こんな感じで20枚回せばうまい具合に交換こんな感じで20枚回せばうまい具合に交換できるだろ。当分せずにあえてこの形を取るのか。サラちゃんがどっち回しで渡したいか選んでいいですよ。そうだな。交換したくないって言うんだったら私たちは二人でするから気にしなくていいぜ。集めたい方からメダルをもらいたいな。アリスさんにレコさんのメダル集めの協力をすると言ってしまったけど、どっちに渡してどっちからもらおうか。ナオに渡し、レコからもらう、こっちだね。私のメダルをナオさんに渡します。レコさんのメダルを私にください。わかった。なくすんじゃねえぞ。レコの前メダルを20枚手に入れた。これで50枚だね。これで取引は終わりだな。いやー、カンナちゃんの話聞きたかった。あー、どうしたの、銀くん。うわー、痛いにゃー。どうした、銀。二人でアトラクションに行ったんだが、かばいきれなかった。大丈夫にゃん。サラ姉ちゃん、軽い怪我は。しかし、血が出ているぞ。舐めとけば治るわ。傷の手当てができる場所があればいいんだけどね。あの、これ誰だ？ハンナキーじゃない？この感じ。来た！合ってた。いやー、どんな感じだったっけ？医務室に行きますか？なんだお前！あっち行けわ！ですが、傷が化膿してしまっては大変ですし。メロンソーダ女なんかに心配される筋合いないにゃん！そうね、完全にこれメロンソーダだもんな。
参加者様の治療も私のお仕事なので。そう簡単に信じられないよね。それともハンナキ、君は誓えるのかい？誓います。危害を加えないことを、違反はしません。へえ。信用できないわ。人体改造されて怪人にされたらムカつくにゃん。かっこいいじゃんそれ。自分がなればいいにゃん。無理にとは言いませんが、絶対に治療した方がいいです。どうしようか。ええー、いや、銀くん治療はした方がいいと思うから。医務室しかもまだ探索してないしね。行った方がいいんじゃないか。ここはハンナキーを信じてみましょう。サラ兄ちゃん、本気にゃん。悪さをするようなら私と刑事さんが盾になってやるさ。それいいね。ありがとうございます。ではこちらです。ついてきてください。ほう、こちらが医務室です。ここなんだにゃん。外に繋がってるわ。いえ、外に見えるのはすべて戸棚のガラスに映っている映像ですよ。映像？はい、今回は南国風の映像で癒しを演出してます。いかがですか？確かに気分がいいね。空調もちょうどいい状態でキープしてる感じか。よくお気づきで。実はこの部屋は私の管轄でして、研究室としても。銀を治療してもいいかな？はい、手当ての道具はこっちに。なるほど。お膝から血が出ちゃってたんだね。銀くん、私たちが治療してあげるからね。おじさんに任せとくんだよ。じゃあちょっとセーブして、お話聞いていこうか、それぞれの。救急箱の中には治療用の道具が並んでいる。ハンナキーから聞いてみよう。ハンナキーがこちらを見ている。どうぞごゆっくり。銀は刑事さんから治療を受けている。思ったよりは軽い怪我だね。痛くないか銀？痛くないけど、サラ姉ちゃんに治してもらいたいにゃ。痛いところを疲れたね。何この会話、いいの？この程度の傷口なら水で洗って絆創膏で大丈夫そうですね。細胞の修復活動を促進する傷薬がありますので、こちらも一緒にお使いくだされば、より早く傷が。それ危ない薬じゃない？わかりました。見ててください。ハンナキーは自らの手を傷つけ血を流した。血の出たところにこうしてこのように使うんです。どうですか？危ない薬じゃないでしょ。なるほどね。自分の体で証明するとは。わかったよ。なんか首上げたね。刑事とか、銀と刑事さんは小声で話し合っている。おまわりさん。どうした？これ、サラ姉ちゃんに渡してもいいかにゃん？やめた方がいい、これは。何の話をしてるんだろう。なんだ？私に何か？なんでもないわ。かなり怪しいな。もう銀くんと刑事さんのこと信用しちゃってるから、あれないよな。多分、勝手にだけど、銀くん、なんか、お金の貸し借りとか、しない、みたいなこと言ってたじゃん？で、しかもなんか僕の、チップあげるにゃん、みたいなことまで前言ってたと思うから、なんか、クリアチップとかあげようとしてんのかなって、思っちゃったんだけど、違うかな？ちょっと何も見なかったところにしようかね。信用してます。何を隠したのかはわからないけど、何も見なかったことにしよう。
なんでもないにゃん。気にしないでくれよ。わかったよ。銀を信じよう。う、おい、えへへ。かわいい。さあ、治療も済んだことだし戻ろうか。はい。怪我をしたら、またここへ来てくださいね。うん。ハンナキ、ちょっと仲間になる可能性ないかな。さすがにないか。残酷な一面出てきそうな気はするけど、一応まあ、ここ提供してくれたしありがとうって言っとく？ありがとう。また使わせてもらうよ。お礼なんか言う必要ないにゃん。こいつらのせいで怪我してるわ。すみません。行こう、二人とも。そうか、お礼言わない方がよかったかな。私たちは医務室を後にした。一日目、夜。うん。ん？レコさんがアイコンタクトで私を呼んでいる？なんだろう？なるほど。んー、じゃあ、今日は、レコさんのところに行く前にみんなの話を聞いて、今日は終わろうか。怪我が治ったらお腹が減ったにゃん。ピーマンの肉詰めでも頼む？ピーマンは嫌にゃん。野菜嫌いなの？ピーマン食べなきゃダメよ。不思議です。窓の外も夜になってますね。うん、まあこんなもんか。ちょっと話しかけたらお話進んじゃいそうなので、じゃあ今日はここで終わりましょうかね。次回レコさんから、お話聞いていこうかなと思います。ってことで次回に続きます。お疲れ様でした。バイバーイ。